チャンネルクララをご覧の皆様こんばんは。渡瀬裕也のメディア切り捨てごめんの時間がやってまいりました。はい、渡先生、はい、よろしくお願いします。もうなんかいろんなことがしっちゃかめっちゃかでもう随分昔になっちゃったような気がするんですが、です、ね、はい、どんなに世の中が流れようともこの番組で変わらないのが大統領選挙ブックメーカーでございます。そうですね、はい。でなんかすごい久しぶりみたいな感じもするんですが、まあ2週に1回ですということで、今回はですねちょっとあの数字の話が多いんですが支持率調査の分析ということで、うん、まあ、ここら辺であの中間総括が必要かなというその、大体半年前ですからね、今、はい、と思っていて、今までのトランプ大統領の支持率がどんなふうに推移してきたのかとか今の状況とかっていうのを、はい、まあ、見ていこうかなというふうに思って、います、はい。でまあ、これを踏まえてですね、他のいろんな事件が発生した時にあこうなるんじゃないかなっていうのを番組見てる人は思ってもらえばなっていうふうに思ってるんですけど、まずトランプ大統領の支持率ですね、はい、はい。でこれはですね、リアルクリアポリティクスっていう、ところで、まあ、いろんな世論調査があの出てるんですけれども、それのまあ、塩梅した数字が、こうやって支持と不支持それぞれ赤と黒で出てるんですけれども、まあ、これ見るとですね、もともと一気にガーッと2018年、要は2017年末まではあの支持と不支持が、あの一気に開いてるんですね。でここで経済対策をバーンとやって、でその後どん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 この支持と不支持があの狭まってきていて、で実はですね今年の頭ぐらいの段階だと支持と不支持ってすごく縮まってたんですよ ね、 そうですね、はい、なんですけどやっぱりこれあのコロナの話とか、まあ、今の暴動の話みたいなのもあって、そこであの支持と不支持がもう一回離れてきてますっていうのが、うん、今のトランプ大統領の、置かれてる状況なんですね。これはあの接戦州の話は後でするんですけども、まあ、全体の状況としてはまあこんな感じと。ただアリさん、はい、これ見てあれなのはあの、まあ、うん、波があるにしても、はい、一貫してあれなんですね、はい、不支持が高いんですね。あ、まあ、そうだと思いますよ。あのメディア の、 その統計によると、はい、そうですそうです、もうスタートして以来、ま、ずっとそうっていう、まあ、といってもあの歴代大統領も結構、まあしまあ、こんな感じなので、あのそんなにおかしくはないんですけれども、とはいうものの、まあ、別に人気がすごくあるわけじゃないよっていうのをまずあの、認識した方がいいと思うんですね。僕は、ね、トランプの方が好きですよ。僕はトランプの方が好きなんだけど、まあ、多分8割9割はね、いやね、たまにコメント欄にはまたあの反トランプのやつがなんか解説してるよみたいなのするんですけど、いやそんなことはないんだけど、僕はトランプのことどっちかっていうと応援してるんだけど、まあ、といっても、まあ、支持と不支持に関してはこんな状態ですよと、うん、まあ、とはいっても要はあの振り出しに戻るぐらいの感じなんですね、うん、今の支持と不支持の状況っていうのが。で、じゃあこれなんでそうなってんのかっていう話でいくつかあの数字見ていきたいんですけど、はい、次にあの、コロナに対して、はい、トランプがちゃんとやれてんのかっていう、まあ、支持率というか、まあ、その数字ですね、はい、でその仕事の承認率ですけど、これはですね、まあ、4月になるかならないかぐらいの時はおトランプ結構よくやってんじゃんっていう数字、うんうん、がまあまあ高かったんですね。でもその後にやっぱりあの雇用の悪化とかっていうのはもうはっきりしてくるわけですよね。そうなってくると不支持がやっぱりあのぐわーっと数字が上がってて、で支持の数字ってのは下がるみたいな話になってるので、やっぱ経済をどうにかしないと、支持と不支持の数字っていうのは、変わっていかない、もしくはこういう公衆衛生上の話っていうのをちゃんとやんなきゃいけないよねっていうのが、まあ、数字としては表れてるわけです。で、じゃあ経済の承認率の方を見てみます。これはですね、ギャロップの、まあ、調査なんですけれども、まあ、これもですね簡単に言うと振り出しに戻ったみたいな感じなんですね。まあ、要はだん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 、まあ経済も良くって雇用も良かったんで、最近まですごく高かったんですよ今年の頭まで。そうですね、63% が、はい、1月20日ですか。そうです、それがまあ今は 47% っていうことなので、うん、まあ、やっぱりこのコロナとかいろんなものの影響で、数字が下がってますよねと、この経済に関してのっていうことで、やはり、ここの立て直しっていうのはすごく急務だなっていうのが、まあ、今のトランプ大統領は置かれている状況をということです。ですので、まあ、ここから何やっていくのかとかですね、もしくは、まあ、やっぱり雇用をその、特にマイノリティの失業率の改善状態とかっていうのが、もともとそこを狙ってこうトランプ大統領は選挙やってるわけですから、まあ、その選挙キャンペーンがね、苦しくなってるとトランプ大統領、なのでそこの数字をどうやって改善するのか、もしくは次の手を打つのかっていうのが必要な状況が今トランプ大統領が置かれてるっていう、まあ、状況です、端的に言うと。でじゃあ、まあ、これ全体の数字じゃないですか、はい、
で全体の数字だと、いやこの間もね、あのこの間って2016年、もうヒラリーがずっと勝ってたじゃないですかっていう、私は何言ってるんですか、こんな全体の数字ばっかり見てっていう人もいると思うんですよ。もうこの番組コアな人が結構増えてきてると思うので、なので、じゃあ接戦州の数字を見てみたいと思います。でこの接戦州で、ね、要は勝ってるか負けてるかっていうので、はい、まあ、最終的には大統領選の勝敗が決まるわけですけれども、じゃあこの、これはね538っていう、まあ、世論調査のサイトがあるんですけど、そこから取ってきたやつなんですけども、まあ、接戦州っていうのはこの真ん中の辺のやつなんですね。まあ、簡単に言うと、テキサスから、ミシガンぐらいまでかな、が、まあ、接戦州として、まあ、考えられるところ、はい、っていうことです。もうねテキサスが接戦州になっちゃってるんで、ちょっと大丈夫なのかっていう、ちょっとねだから、はい、テキサスがポイントが、1.5 ですか。そうです、 1.5 でもほとんど誤差の範囲ですよね。そうですね、だからねテキサスはこの番組の中で何度も言ってますけど、人口上の構成の変化とか、まあ、結構リベラルな人がですねカリフォルニアに金儲けた後に引っ越してきたりとかしてたりするので、まあ、そういうのもあって、まあ、なかなかね、まあ、共和党にとっては昔はこうね自分たち牙城だったわけですけど、今もひっくり返されそうと。だから2018年の、上院の選挙とかでも結構最後まで揉めました、テッド・グルーズさんが、だし、本当はですね2016年の時はヒラリーはこのテキサスをひっくり返して勝ちたかったんですね。 なので最後は南部回りをしてたんですよヒラリーって、要はもうラストベルトは絶対勝てるから、まあ、トランプに負けねえと、だからこれでね私はね南部も勝って、歴史上の大勝利を収めようっていうのは多分ヒラリーの頭の中あったんですけど、まあね、大惨敗したんですけどまあそういうことで、まあ、そこからさらに4年経ってるわけですから、まあ、状況としては悪化してるわけですね当然。ということで、テキサスとか、まあ、ジョージアっていう、まあ、ここは共和党がも強いはずのところで、まあ、非常に数字が、厳しくなってますよねと。でまあアイオワとかオハイオとか、ペンシルバニアとかノースカロライナに関してはまあまあトランプ戦えてるかなっていう感じ、なんですけど、まあ、フロリダ、まあこれも誤差かもしれないですけどね、フロリダとかアリゾナ、ミネソタ、ウィスコシン、ミシガン、この辺になってくると、特にウィスコシンとかミシガンとか、これラストベルトですけど、数字としては結構離されてきてるかなっていうような、まあ、状況ってことですね。だから共和党は党大会の場所を変更することになって、これはまあコロナの影響とかもあったんですけど、ノースカロライナからフロリダに移すってことで、まあフロリダは絶対取んなきゃいけないですね選挙戦としては。まあそういうことで、共和党としては固めなきゃいけない状況になってますよねっていうことですね。だからまあ完全にトランプが惨敗してますよって話じゃないですけど、非常に苦しいですねっていうのが、まあ、この接戦州の状況っていうところですかね。まあ、南部に関しましてはね、また別のところでもお話ししましたけども、今の例のそのアンティファ騒動がかなり結構南部の伝統を破壊するという方向に、少なくともそういう人たちが暴れまくってますから、あれがやっぱりどの程度南部の人が自由できるんですよね。結局やっぱり民主党系は多分そちらで、バイデンなんかはどちらかというと南部を否定する方向の人たちに支えられてますから、それをやっぱりひっくり返すんだって、やっぱり伝統的な価値観だとか、そういうイデオロギーポリティクスに逆にトランプの側が仕掛けるというそうですねやり方が、まあ出てくる。トランプ大統領としてはだからここからどういう手を打つかってことですよね。だその、まあ、銅像の話とか、まあ、そういうイデオロギーポリティクスが特にそうなんですけども、あともう一つは州と連邦は違うんだって話で、連邦はまあ今トランプっていうか、まあ共和党が持ってるわけですね、ホワイトハウスは。でそれに対して、まあ州、この数字が低いところですよね、まあ共和党が強いところは別ですよ、もともと低い、ラストベルトとか、そういうところっていうのは基本的に民主党の州知事がいて、でその人たちがコロナの対応もできなければ暴動の対応もできませんよねと、この人たちが今は州レベルだからいいけど、この人たちに連邦レベルやったらどうなるんですかっていう話、要は不法移民の話、だったら、まず、どん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 民主党サンクチュアリシティみたいなのを作って不法移民入れて緩い対応してるけど、これが地方だから住んでるけど、これが連邦全体になったらどうなるのとか、もしくはコロナの話も、まあ、どんどんロックダウンしてるけど、あいつら経済のこと何も考えてないよねとか、この暴動の話も、まあね、自治区とか作られちゃったわけですからね、シアトル自治区、まあ、そうですよね。だそういうレベルというか、まあ、暴動も止めないで、むしろ警察官 の予算なくすみたいなことを言ってるやつらで本当にいいんですかと、法と秩序が必要なんじゃないですかっていうような、まあ、対比構造ですよね。それを作っていって、まあ、それがまあ共和党の人たちはこのメッセージ伝わるので、まあ、そこからさらに状況が変わっていって、無党派層の人たち、もしくは民主党の中でちょっと保守的な人たちにうまくメッセージが伝わるっていうところを、まあ、持っていきたいんだろう
うなというのが今のトランプ陣営かなっていうふうに思いますね、はい。まあ、だからあと逆にね、変な話ですけれども、うん、あの連邦の方はその民主党だけれども、はい、その州の方がね、ええ、共和党にしちゃうって形に状況に住民感情としてなりかねないですよね、うん、まあ、まあそれもあるかもしれないですね、今の状況だと一つの可能性としてね、はい、うん、要するにあのまあやっぱり治安なんかが治安対策なんかちゃんとしてくれと、うん、それは、うん、あの連邦に介入されるのは嫌だけど、うん、州のレベルで治安対策そういうことされるってことですね、逆に民主党側から。そう、まあ、それは可能性としてありますね、はい。だから民主党がその州を捨てて連邦取りに来ると結構実は、はい、うん、いやね、これね、民主党は、まあ、この番組の中で再三言ってるんですけど、トリプルブルーになるかもしれないですよ本当に、うん、そうなんでかっていうと、まあね、トランプとバイデンは、まあ、ちょっとまだバイデンが少し優勢かなぐらいの感じなんですけど、もう下院は完全に共和党がここひっくり返すんだって言ってた55の選挙区でボロ負けしてるので、もう下院はもう完全に民主党のままなんですけど、上院、はい、上院ね、この暴動の話で、マカウスキーっていうその、上院議員が一人共和党抜けるみたいな話を、はい、してだからもう、過半数割れしそうなんですよ本当に上院が、ということで本当に、民主党が全部取るみたいな話になるかもしれないなと。ただまあ上院で一応勝ってくる民主党の人たちっていうのは、うん、ちょっと保守的な人たちが予備選挙で勝ってるので、うん、まあ完全に左派ってわけじゃないんですけど、とはいってもあの、この番組の中で何度も紹介してるアクトブルーっていうその、ええ、献金プラットフォームが入ってくる左派系のお金、小口献金のお金がすごいですから、なあもうバイデンとトランプって結構お金離れてたはずなんですけど、うん、もう結構詰まってきてるんですよそこが、うん。だからそういう意味でいくと、まあ、本当にトリプルブルー、というものが来るかもしれないっていうのを前提として、日本はこのアメリカとの付き合い、まあ、僕はトランプついた方がいいと思ってるんですよ何度も言うけど考えなきゃいけないよねっていう、最悪の場合にはシミュレーションとしてはそのそう、それを考えなきゃいけないよねと、まあ、ずっと言ってるんですけどね、みんなね全然本気にしてくんないっていう、はい、そういうことも考えなきゃいけないと思いますよっていう状況が、まあ、今の状況かなと。まだ半年前ですからね、これ実際トランプとじゃあ、バイデンが、ね、直接討論会やりますとかって話になったら、バイデン粉砕っていう可能性はまああるので、でもこれはねもう本当直前にならないとかそこは分かんないですから、今のところの状況はこうですねっていうところですかね。でもう一つ、はい、バイデン陣営はそろそろ副大統領候補者の選定が進んできてるかなっていうことで、もう今台頭してるのはですね、カマラ・ハリスですね、これカリフォルニア上院議員、はい、このカマラ・ハリスがね非常にその、まあ、保守界隈で評判の悪い、うん、そうですね、人ですが、カマラ・ハリスを持ってくるってやっぱりこの要素がハマるということなんですか、うん、そう、カマラ・ハリスは一つは女性だと、要はバイデンは女性スキャンダルみたいなのあったりとかする話もあるので、そこを補いますよっていう話、まあ、トランプに対してもっていうのもありますけど、うん、とあとはやっぱりこの暴動の話でいくと、まず有色人種、だと、はい、いうことですね、アフリカ系と、まあ、インドのハーフっていうことで、それとあとは司法長官やってたんですね、州のカリフォルニアの、なので、こういう警察とかの改革もできるっていうことで、まあぴったりなわけですよ候補者としては、まあ僕はねちょっと嫌な人だなと思ってるので、その選択肢で本当にいいのっていうのはありますけど、バイデンさんは。いやだから、はい、今ね、ただそうは言っても結局なんて言いますかね、警察官が、まあ、これ、うん、まあ、文句言う人いるんでしょうけども、はい、まあ、言ってみれば容疑者が暴れてる時にそのスタンガンを奪われたのに、で発砲して正当防衛で発砲したにもかかわらず、所長がその辞任せざるを得ないと、もう明らかに行き過ぎだというふうに、そうですね、凄まじいことになってますよね、言ってますから、そこでその、ね、うん、警察をその力を削ぐような改革をするんだっていう人もできちゃうってのは、これ果たして、どうなんですかね、これが理解が得られるのかっていう感じですね。で結局ね今あれなんですよ、バイデンの選対の人事みたいなのが結構出てるんですけど、その中にそうは言ってもカマラ・ハリス系っていうのが入ってきてるんですね、うん、これ特に5月になってから入ってきてるんですけど、うん、だからやっぱこれでいくのかなっていうような、うん、まあ、雰囲気は出てきてますかね今の状況だと、うん、ちなみにこの選対本部長のトップの人は、うん、テキサスの、上院議員選挙に出たベトールークっていう、はい、まあ、これこの予備選挙にも出てた人ですけど、はい、の選対本部長なんで本当にねテキサス取りに来てるんですよ、この数これ見てる限りはですよ、選対の陣容を、だそういう意味でいくと、まあこの選対の陣容を、まあ、詳しく分析、まあ、今ざっとしかしてないですけどね、していくと、まあ、戦略としてはまあ明らかかなっていう感じではありますけどね、うん、はい、うん、しかしね、まあ、個人的にはもう僕はもう直接ね討論会その他で、うん、もうバイデン粉砕という、はい
いやだってこれ言っちゃ悪いですけど、ええ、カマラハリス持ってきたって髪の毛くんくんですよ。あれ見たらねやっぱり俺普通、はい、いやねでもなんか知んないですけど女性化、ね、の支持率高いんですよ。だそんだけトランプは嫌いなのかもしれない女性が。あのクンクンされるの抵抗ないんですかね女性の人は。あのスタッフの人がもうブンブン髪切ってますけど俺もそうだと思うんだけどさ、はい、いやだからあれでもそこまで、いや逆になんでそこまでトランプ嫌なの、はい、っていう感じしますね。まあそうですよね、これ結構不思議ですよね。だから結局ねバイデンの支持者っていうかその今バイデン側の人、ええっていうのはそこまで熱量があるわけじゃないですね。でもでトランプの方は熱量あるわけですよ、トランプで行こうって話で、うんうんうん、だからそこだけね、例えばそういう、会場の雰囲気みたいな、まあ予備選やってた頃の、会場の雰囲気だけ見たらあトランプは熱烈でバイデンの方が弱いからこれはトランプ行くんじゃねみたいな話になるわけですけど、でも民主党の人たちはトランプが死ぬほど嫌いなっていう人たちがすごいので今量として、いやそうなんですよね、その熱意はあるんですよね、別にバイデン応援しなくてもっていう、うん、まあ、そこですよね問題はね、はい、いやだからまあスリーピー上はね本当にずっと眠っててくんないと困る、うん、ような人だと思うんですけど、うん、そうですね。であとはまあトランプ陣営の方は、うん、最近マティスですよね、マティスがその、まあ、ちょっとトランプはダメだみたいなこと言ったんですよ、うん、まあ、成熟してないみたいなこと言ったので、これって軍人票っていうのは結構あるので、まあまあ、 反トランプの人たちばっかりなんですけどね、その、もともと反トランプの人たちばっかりが、うん、まあ、この暴動の話の中で、まあ、軍隊動かすみたいな話の時にいろんな声明出したんですけど、でもマティスはねちょっと違ったんですよね。マティスは反トランプじゃ反トランプなんですよ、辞めさせられてるから。辞める時もなんか嫌がらせの文章みたいなの送ってんので、トランプが一番嫌いそうな内容で、うん、ね、送って、まあ、そう見せないっていうね、うん、ことをしてる人なんですけど、マティスが表立って言ったっていうのはちょっとトランプね苦しいっすね、やっぱり状況としては、うん、まあ、やっぱり、ね、はい、マティスはね尊敬集めてる人ですからね、うんうん、という、まあ、ような状況が今のブックメーカーの状況ということになっています、なので、まあ、僕個人としてはトランプなんですけど、日本としては、トリプルブルーの状況っていうのもきちんと想定して、考えなきゃいけないなということで、次回の、放送はですねバイデンの外交政策ですね、うん、これ一応発表されてるんですね、バイデンの論文が。だからそれについて触れたいと思います。はい、そうですね。で、まあ、あとその大統領選挙の流れとしては次は大きな変化がありそう、はい、まあ、もちろん、はい、コロナだったり暴動の情勢次第ですけれども、はい、次はスケジュール的には山場になりそうな、どうなるんですか。党大会がどんどん行われていくので、はい、それっていうことですね。でやっぱりね副大統領候補者が、バイデン陣営で発表されて、うん、で副大統領候補者にスキャンダルが発生するともうバイデン陣営はスキャンダルまみれって話になっちゃうので、これはまあ結構面白い展開になるなっていう感じ、うん、あとはオバマゲートですよね、うんうん、その何度もこの番組で言ってますけど、ダーラム判事の報告書が夏に出てくるんじゃないかということで、それは一つ面白い展開っていうところですね。じゃあまずは次はやっぱり、はい、党大会の、はい、前後にまたちょっとどうなるかということで、はい、どうも先生ありがとうございました。